1月31日、全国保険医団体連合会は、マイナ保険証のトラブルに関する調査の集計結果を発表した。システム不具合などで保険資格の確認ができず、医療費の10割を請求した事例が2023年10月以降、403医療機関で少なくとも753件あったとしている。調査には8672の医療機関が回答。全体の6割にあたる5188の医療機関にトラブルがあったと答えた。また、トラブルに際し、8割の医療機関が、その日、待ち合わせていた健康保険証で資格確認したと回答したという。政府は2023年12月、マイナンバー情報総点検本部を開き、マイナンバーと各種情報の紐付け誤りの総点検結果を公表。総点検の完了のめどが立ったとして、2024年12月2日から現行の保険証を原則廃止し、マイナンバー保険証に事実上一本化すると閣議決定した。2023年4月に 6.29% だったマイナ保険証の利用率は、同年12月には 4.29% と8ヶ月連続で減少。1月27日には、少なくとも全国27都道府県の110議会が、マイナ保険証に関する対策を求める意見書を可決したことが報じられました。その内大多数が現行保険証の廃止延期や存続を要請しているといいます。1月28日、NHK が報じたところによると、マイナンバーカードと紐付けられた健康保険証の情報が、住民基本台帳と一致しないケースが、まだ87万件余りあるという。政府の総点検結果公表後も、医療費の10割を請求した事例が753件もあるなど、マイナ保険証をめぐるトラブルが続いていることに、SNS では不安が高まっている。SNS の反応、たった 4% しか利用していないのにこれだけのミスだよ。保険証がなくなったらどうなる？トラブルがなくならない保険証、現在の保険廃止を撤回すべき。こんな現状でよくもまあ、マイナ一本化って言えるよね。改善経緯も説明できないのに、などなど多くの意見が寄せられている。このまま現行の健康保険証が廃止されたら混乱することは必至の状況だ。政府はそれでもマイナ保険証へ一本化のスケジュールを強行するのだろうか。金、金、金。政府自民党はここでも国民の負担より金を選んだのだ。